皆さん、こんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。ミッチです。はい。前回は、持っているという表現を練習しました。なので、今回はですね、いくつ何々を持ってるとかですね、何個何々を持ってるとかっていうのはですね、表現をするために、何個とかですね、何人とかですね、そういう表現を練習してみたいと思います。持っているという時だけではなくって、あとは買い物などに行った時に何個くださいとかですね、チケットを何枚くださいとかっていう時にも使える表現がありますので、とても重要です。なので、張り切ってまいりましょう。じゃあ、まずはじめに数字の1から10までちょっと復習してみましょう。じゃあ、私皆さんですね、大きい声で言ってみましょう。準備はよろしいですか？1、2、3、4、おーっと、すいません。こんな感じはないです。はい。これは数じゃないですね。はい。4はこちらですね。失礼いたしました。数、はい。数、また同じことやってますけど、失礼いたしました。ちー、はい。ちー、ばー、ばー、じょう、じょう、し、し、長州力、はい。はい。という、長州力さんという芸能人がいらっしゃいましたけども、それは関係ないです。次参りましょう。あれ、違いますね。長州力はプロレスラーで、長州小力さんが芸能人、お笑い芸人でしたね。はい、とりあえずそれは置いておいて、はい。人一人とかですね、リンゴ一個とかっていう風に言う場合にはですね、中国語で日本語の子とか人とかっていうのはですね、こちら、はい。がっていうのを使います。なので、人一人って言うんであればですね、いがれんという風に言います。リンゴ一個って言うんであればですね、いがピンクをという風になります。じゃあ、人一人とかリンゴ一個とか何々一個っていうのはですね、私皆さんで一緒にちょっと練習してみましょう。何も言を一年しば。いがれん、はい。いがれん。いがピンゴ。いがピンゴ。いがウェンティ。いがウェンティ。はい、あれ？数字の1って中国語で何て言ったらいいんでしたっけ？はい、数字の1は、いいになるんですけども、はい。いいのですね、発音がちょっと変わってるぞっていう意味でですね、気づかれた方は鋭いです。はい。こちら、いいなんですけども、次に続く言葉によって、発音が、姿勢が多少変わります。いいとかって形になるんですけども、ちょっとですね、はい。こちらに、今日練習、これから練習するのでですね、がっていうのと、べんっていうのとですね、じゃんっていうのと、じゅっていうのをこれから練習するんですけども、はい。いいの後にこれらが、はい。こうとか、さつとかですね、まいとかですね、引きとかっていう形の日本語で訳になるんですけども、これがくっついた場合にはですね、数字の1っていうふうに言うときには、いいなんですけども、がつくと、いいが、一冊っていうんであれば、いいべん。で、一枚、いいじゃん、一匹、いいじゅっていうような形になります。じゃあちょっとこれ練習しましょう。いいが、いいが、いいべん、いいべん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゅ、いいじゅ。はい。で、数字、1、2、3、4、5とかっていうふうに数えていくときには、1がいいで、2が、2が、3、数っていうような形になるんですけども、2の時なんですけども、もし2人のとか、2人2個とかですね、2匹とかっていうふうになった場合には、二ではなくて、りゃーんっていうのを使います。なので、はい、本、こちらに準備したんですけども、本2冊っていうんであればですね、はい、本は、しゅーになるんですけども、2冊の冊っていうのがですね、日本語では、はい、こちらの本っていうのを書いていただけると、こちらが中国では冊、中国語では冊という意味になります。なので、2冊の本っていうんであれば、两本书というふうになります。はい。2冊の本っていうような形になります。じゃあ、2冊の何々とかですね、2冊の雑誌とかですね、はい、いろいろあるんで、と、はい。弁、冊を使った表現の練習をいってみましょう。两本书、はい。两本书。两本杂志。
两本杂志。两本词典。两本词典。はい。なので、がっていうのがですね、日本語にすると、人とかですね、あとは、がと、こですね。はい。一個二個のことかですね。この場合、when tが質問だとか問題トラブルなので、と、そうですね。問ですね。はい。一問、問題一問とか、な形の訳になるんですけども、はい。弁、はい。日本の弁、日本語読みすると本がですね、本という意味ではなくて、中国では一冊二冊の冊という意味になります。で、そしたらじゃあ今度、カードこちらいっぱいあるんですけども、じゃあ今度、こういう薄っぺらいものを数えるときに必要になってくる表現、マイという表現なんですけども、マイはですね、中国語ではですね、ジャンっていうに言います。なので、紙3枚というんであれば、三張紙というふうに言っていただければ OK です。3枚の紙。じゃあ一緒に練習してみましょう。マイ。三張紙、はい。三張紙。三張票。三張票。三張照片。三張照片。はい。はい。まだまだですね、いろいろと、こうとか、まいとか、にんとか、あとはそうですね、さつとかそういうのがですね、いっぱいあるんですけれども、あとは使用頻度の多いので、こちらかなと思うのが、はい。動物なんかを数えるとき、比較的小さな動物を数えるときに使うんですけども、じゅーっていうのがですね、一匹二匹の匹に当たります。なので、猫四匹っていうんであれば、すーじゅーまおー。はい。四匹の猫。っていうような形になります。じゃあ、4匹の何々を練習してみましょう。四只猫、はい。四只猫。四只狗。四只狗。はい。なので、例えば、私は質問が1個あるんですけどって言うんであれば、はい。我有。で、私はあります。で、いが、ウェンティというふうに言っていただければですね、私は質問がありますとか、私は質問が1個ありますとかですね、私、辞書2冊持ってますって言うんであればですね、我有两本词典というふうに言っていただければですね、私は辞書2冊持ってます。または、私に3枚紙をくださいっていうふうに言うんであれば、请你给我三张纸というふうに言っていただければですね、私に紙を3枚くださいとかってな表現ができるようになります。さあ、そしたら最後にまとめで、もう一度、人が1人、リンゴは1個、質問が1問、本じゃないですね、辞書2冊とかってなかったりしてですね、練習してみましょう。準備よろしいですか ?3、2、1、はい。いがれん、いがれん、いがピンゴ、いがピンゴ、一个问题，一个问题，两本词典，两本词典，两本书，两本书，两本杂志，两本杂志，三张纸，三张纸。三张票，三张票，三张照片，三张照片，四只猫，四只猫，四只狗，四只狗。はい、はい、今日はですね、以上で終了になるんですけども、最後にお知らせがあります。僕なんですけども、インターネットを使って、スカイプやフェイスタイムで、オンライン上のですね、英会話、中国語、スペイン語のですね、レッスンを行ってます。はい、こちらに、僕の行っているお教室の URL が出てるんですけども、なので、もし画面の向こうの皆さん、語学にご興味がある方、はい、中国語をもっと上手になりたいとかですね、英会話をもっと練習したい、スペイン語も話したい、話せるようになりたいとかっていう方はですね、ぜひ、はい、こちらにアクセスをして、お気軽にお問い合わせいただきたいと思います。皆さん、今日もどうも、最後までありがとうございました。それではまた後で、再见。